おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は、いよいよ始まった PSVR2 の先行予約受付の詳細と、他 PS 関連ニュースを確認していこう。PSN アカウントとの紐付けが気になるわけだけど、結局のところ、行き着く結論は同じだと思うわね。主に転売関連のお話とはなるが、そのあたりの状況も確認しよう。果たして気持ちよく購入することができるのかしら。我々ユーザーとしてはそこが一番重要な部分だからな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、11月21日に PSVR2 のホライゾンコールオブザマウンテンの同梱版の先行予約応募受付が開始となったのぜ。東京ゲームショーでも先行プレイリポートがいっぱいあったけど、ホライゾンってフォーマットがあるから面白いとは思うけど、まあ、VR ゲームは人捨てに聞かされてもいまいちピンとこないわね。本作に限らず、VR ゲームの課題だな。気軽にお試ししてみたいです。そして、この同梱版は税込み79,980円となるな。ソフトは5,000円。少しはお得ってことかな？価格については以前に散々言ってきたことなので、今回とやかく言うまい。それよりも重要なのが、今回の予約応募受付には条件があることだな。一番気になっているところよ。条件は以下の通りなのぜ。日本のソニーアカウントをお持ちの方。ご応募するソニーアカウントでサインインした PS5 または PS4 で、2021年11月1日から2022年10月31日までの期間に20時間以上のゲームプレイがあること。はい。ここまでは余裕のよっちゃん。ご応募するソニーアカウントがマイソニー ID とサインイン ID 共通化されていること。あれ？マイソニー ID と共通化？できてっかな？ソニーの提供する各サービスで ID とパスワードを共通化するものだな。これは各々確認しておこう。あとは、注意事項に同意いただける方となるな。注意事項って？予約購入する上で、至極基本的なことだ。とはいえ、公式に転売目的でのご予約応募、ご購入はご遠慮ください。と、明記してあることは評価したいところだ。この態度表明はもっと前にしてほしかった。どこまで本気かはわかりかねるが、転売目的であることが明らかになった場合、応募や購入を無効にするとも明記している。いや、マジでそろそろ本気になれよ。プレイ時間についても過去のプレイ時間ってのがいいわね。これで高額転売目的の輩は大幅に駆逐できる。でも、1年間で20時間ってのはどうなの？個人的にはもっと長くても良いと思うけどね。ここについてはいろんな意見があるだろうが、まずは PS で遊んでいるユーザーに、購入権利があり、転売や対策としてはまずは大きな第一歩だ。私も PS5 を持っていないけど、応募条件は満たしている。はぁ。PS5 を持っていないまま、PSVR2 が購入できたら完全に購入の覚悟が決まる。リスキーすぎるからやめておけ。というか PSVR2 でできたのよ。今までも散々言われてたことだけど、PS5 本体でもやるべきよ。一応、毎度ある提案に対する反論が指揮者よりあるな。お。かかってきなさい。Jキャストニュースより、東洋証券のシニアアナリストの安田秀樹氏によると、PSVR2 で行われるプレイ時間での条件縛りは PS5 本体ではおそらくできないだろうとのこと。ほう、理由を聞こうかしら。PSVR2 はあくまで周辺機器のため、主に PS5 をすでに所有している人が購入するとみられる。そのため、ソニー側からすると購入希望者に対し、同期でのプレイ時間を求めるとの策を実施しやすい。ここに関してはその通り。一方で、PS5 そのものを買おうとする人は、当然ながらまだ同期を所有していないユーザーだ。そのため、本体販売の条件として、PS5 のプレイ時間を求めるのは難しい。だから、全世代マシン PS4 が、慌てるな。そちらも言及している。全世代機、PS4 のプレイ時間ならどうか。こちらは、2014年の発売からすでに約8年が経過している。故障や飽きなどにより遊ばなくなった人が一定数いるとみられ、今になって PS4 のプレイ時間を求めるのは現実的でない。としているな。まあ、アナリスト様らしい分析ね。そうであったとしても、今でも PS4 でしっかりプレイをしていて、新しいゲーム体験のために PS5 を欲しいと思うユーザーが本当に大事にすべき顧客よ。なんなら、PSN アカウントではプレイ状況に応じて、実績という名のトロフィーも管理されている。
無論、新規で PS5 を欲しいという需要にも応えないといけないわけだけど、そんな広がる需要に対応できなかったのが、この2年間。何を優先してすべきかは頭の悪い私でもわかることよ。まあ、ほぼ私も霊夢の意見に同意する。面倒な転売対策を長らく小売が行っている状況では、本来、生産をする立場のソニー、SIE が転売や対策をするのは筋違いかもしれないが、小売やユーザーに対して、ある程度の覚悟は示す必要があると思うのぜ。結局はお説教になるわな。まあ、PS5 本体の場合他にも景品表示法や独占禁止法などの法律的な問題もありそうだがな。このあたりはもう少し精査した上で確認していこう。転売や撲滅計画とも繋がってきそうね。というか PSVR2 の話に戻るけど、これ売れるの？強気の出荷はかけるだろうが、価格がやはりネックかもしれないな。PS 独自のコンテンツは今後普及する上で必須だろうな。PS5 専用ってのもネックなんよな。考えたくないけど、マジで PS5 自体が勢いなくなったら本当にクソ高いダメ周辺機器になるわけで。運命共同体である以上、ここはそうならないように祈りたいな。霊夢としては嫌悪感を示すかもしれないが。なになに？やっぱりお紳士向けのコンテンツも充実させるべきだと思う。やっぱりか。このあたりで PS5 本体と比較的簡単な有線接続というのが生きると思う。人間の三大欲求の一つに訴えかけるのね。これを舐めたらいけないからな。さすがに具体的な事例は控えるが、ハプティックフィードバックやアダプティブトリガーとの親和性も高いぞ。今のソニー、SIE がそんなコンテンツ増やすかね。他にも DMM などとの連携もありだな。夢が広がるのぜ。あかん。マリサが完全におっさん思考になっとる。どちらにしても、今後も長くサポートされる体制であってほしい。そら、7万円以上するしなやしな。今回の先行予約応募受付は11月27日の午前中までの受付だ。決して安くない品物だからご家庭のある人なんかはギリギリまで迷うことになりそうね。おのおのの状況を考えて、無理のないようにお願いしたいな。あとは PS アプリでサインインするだけで本体とコントローラーが当選するキャンペーンも行われている。おお、これは今後もやってほしい。これで当選したら、本体分の金額は PS ストアに落とすのでよろしくお願いします。我々としては腐すことが多い PS 陣営ではあるが、今後もゲームをする上での大きな選択肢の一つだ。来年にはさらに有力ソフトも出揃う。個人的にはファイナルファンタジーまでに間に合わせたいが。なーに、あのファイナルファンタジー16のプロデューサーである吉田直樹氏も、PS5 は SIE さんが何とかするから安心しとけ。って言っているし大丈夫だろ。最近、楽観的な予測が多いな。本格的なお説教があるとしたら、年末に残しておきたいからな。結局そうなるんか。とはいえ、転売需要というのも少しずつではあるが落ち着いてはきている。店頭で普通に PS5 ください、って多くの人が言える未来を期待します。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。